こんにちは、こんばんは、ダイスチャンネルダイスです。今回はワールドオブファイナルファンタジー海の神殿に行ってみましょう。超大ゴーレムが、あ、レイニンの鈴さっき取ったの。おお、よかった。宝箱に気づいて取ったんですよ。これで先に行ける。いやー、よしよし、竜宮城だよね。お、まずはちょっとマップ見てみようかな。あ、すごい、アチョ3目 ?3 アチョ目なんかすごくなってるね。ちょっと行ってみよう。とりあえず、あ、脇にも行ける。おー、そういうとこになんか、あ、あった、元気薬。ここは乗れないんだ。なんか息できてるし、普通に歩けてるから。ここ何もないね。上の方行ってみようかな。なんか動きにくいし静かだし。またなんかある？だんだん飽きて。あ、あった、飽きてこないでね。落雷玉、そう、これがなんかあるんですよ。あ、何が欲しい？ちょうだい、リンリンの鈴。あ、持ってない。じゃあ調べに行ってこよう。どこかな。逆サイドの道？見てなかったもんね。わお。ローマ同士扱いだし。よし、ちょっと疲れてきてる。チャンス、チャンスまだか。ピチピチしたのに。お、来たー、よっしゃー、よし、鈴。あ、ここにもモンスターがいる。よいしょよいしょ。こことかですか、もしかして。あ、あ、ここあった、発見発見。あー、壁歩けたりするのも楽しいよね。お、いた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 。ってことは戦おう。ほい、いい感じだぜ。チャキン、ほいほい。わお、やっぱウォーター系なんだね。やっぱ水なんだね。魔法も水。やめてー、早く。よし、で、そうだ、そう、もうちょいもうちょい。オッケー、できた。よっぽどとないって。実力通り。よし。さあさあ、超大ゴーレムに行こう。たたたたたい。多分取れてると思うんだな。結構ね、歩き回りながら進んできてたんですけど、綺麗なとこだし、ボコボコしててあれだね。ああ、もう少しだったのに。誰だ。わしの行く手を阻むのはペンギン？アチョだった。なん？へい！覚悟だ。わあ！あ、寝てるよ。どうしよう。寝ちゃった。あれ？お、あと一回。ケアルして。ケアルで起きてくれないのかな？あ、やっぱ切るね。よしよし。
けたいけた。絶望大ゴーレムのところでリンリンのリンリンのあげるあげる鈴ほい。いやーセーブポイントまで来た。さあこの先には誰がいるのか。あっちゃんの姫だから、あっちょうルビーの姫がいると思うんだよね。行ってみよう。ほほー、あールビーが入るね。お会えるのかな。んあ、めっちゃ走ってってる。あ、ちょ、え、お姉ちゃん何話ん、姉さん覗き、あ、かわいい。なんとクイーンアチョ、あのトンベリども、鍵を盗んだだけじゃ飽き足りず、ここにキングまで呼んだというのか。やはりあやつ、ここを乗っ取るつもり満々ではないか。くっ、ぬん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 、お、そこにおるのは誰じゃ。あ、人、それも女性の帯か。わいいね。なんと珍しい。よければ最近の丘の話など聞かせてもらえんかな。姉ちゃんどうしたんだ。お、え、あれってもしかして。やばい。顔怖い、やばい。可愛かった。女の子がいいのか。男っていうか、もしかしてラン嫌い。え、俺限定。ランだけなら差し出すまで落ち着くのです。俺差し出されるの。そうなの。とりあえずコイラのビーム、クイーンアチョ星がついてる。アチョアンとアチョユオがいるよ。じゃあクイーンアチョ先、トリガービームにしてみよう。あれ、どっちがいいんだろう。そう、ケアルラ、あ、回復の使い手ね。了解。ってことは、こっちからだ。アチョアンを攻撃。倒れた倒れた。次はビーム系はちょっとできないから、サンダーアチョリオ、よし。でクイーンアチョだ。次はクイーンアチョ、クイーンアチョ行ってみよう。アビリティサンダー、どう、泣きどころ、よしよし。回復だけして、ふう、やめて。ケアルラ1600も回復するんだ。ってことはちょっと戦って、あれ、魔導ビーム2発とかが溜まってからの方が良さげな気がしますな。またまた回復するの。次のターンでいけそう。よし、でも半分くらいはいってるんだ。ほ、魔導ビーム攻撃バリア違うって。へい、ビーム、あ、これで2000だから400くらいは入ってる。魔導ビーム、どうじゃ。で2でいけるのはない。戦う、もうちょいもうちょい。あ、いけた、いけた。レベルもいっぱいアップ。クイーンアチョの記憶もらいました。倒せないっていうことなんだね、きっと。あ、ごめんちゃい。小さな子をいじめたみたいな、すげえ罪悪感なんですけど、うん、とりあえずこれでいつでも戻れるは戻れるけど、海の鍵を手に入れないとここまで来た意味がないのですよ。鍵、鍵、そうね。それにさっきクイーンがトンベリたちが鍵を盗んだって言ってたから、おお、やっぱここにあるんだな、海の鍵。あ
るみたいね。うん、あるみたいね。お、アチョロビンが手に入れた。はい、ということで、ハチョヒメ超可愛かった。アチョロビンもゲットして、トンベリーも探すのと、ヒメもね、追いかけて、次回行ってみようと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた、See you!